さあ始まりました。頑張れ南岳氏 MC の井上マでございます。そしてお隣この方です。南岳氏浅田です。よろしくお願いします。ちょっと寒いですね今日はね。相当寒いです今日は。ねもう。ちょっと雪が降るなんて言ってましたけど。言ってましたけど。まだ降ってないですね。ね降ってくるんですかこれは。どうなんでしょう。ねお風邪などで引かないよりちょっとお腹空いたよ。もう降らないわよ。福田ママもう降らないの？そうなの？ あもうなんかすごい天の声が聞こえてきましたけれども <laughs>、それ安心しました。ということでね、今日も元気に参りましょう。この番組は、えー、東京都社会人リーグ一部からですね、J リーグ3人を目指しておりますか、葛飾区のサッカーチーム、中ん氏ぜを熱く熱く応援していく番組でございます。そして、今日は素敵なゲストをお招きしていますよ、ということでございます。それでは行きましょう。今週も頑張れ、中ん氏。キッオーオフ改めまして、井上マでございます。中ん氏浅田です。はい、というわけで。 えー、この間の先週のですね島岡新監督に引き続きまして今日はこの方をお呼びしています一声お願いします初、えー、めまして高木健二です高木コーチに来ていただきましたよろしくお願いいたします佐藤 <laughs> さんはいもうチンもご破ってもお待ちしてましたよねはいコーチありがとうございますありがとうお忙しい中いいでとんでもないですね、はい、もう今シーズンからなんか出世にこうあの入っていただいたということですけれども、はい、どうですか 馴染みましたそうですね、みんなが仲間に受け入れてくれて、すごく楽しく、日々やってます島岡監督とはもう、窮地の中ということでそうですね、選手の時に4年一緒にやってそうなんですよ、これ、高木コーチもですね、J リーガーですよ、そうですね。ェリーガーだったわけですもんね、何年、J リーグ8年かな、8年やられてたんですね。 選手権ではサガン鳥すそうですね最後はサガン鳥すで引退しましたはい、えーはい、元々はガンバのアカデミーで育ってあそうなんですね、はい、そこからですはい。 大阪育ち。大阪。ね、岩のアカデミーってことはも大阪のサッカーエリートってことですよね。まあ、エリートかどうかは、たこ焼きサッカーボール、たこ焼きサッカーボールみたいな毎日ってこと。そうですね。はい。たこ焼きは美味しいですよね。そうですよね。間違ってサッカーボールにソースつけちゃったことも、あったりしながらね。たまにあったかな、さすが。ノリがよろしい。ありがとうございます。青のりかななんっす。なんと、あの、生まれがね、でも大阪ではないんですよね。そうです。 これちょっとさっきね、あの前室の方でお伺いしてびっくりしたんでど、こでお生まれになったんですか自分の言うのは恥ずかしいですね。そんなになかったんですよね。そんなに長いこといなかったんですけど、はい、でもこの経歴は僕ね、絶対言ってった方がいいと思うんですよね。そうですかちなみにどこで生まれになったオ、えー、フランスで。オ <laughs> フランスのどこですか <laughs> パリで。かっこいい <laughs>。 何それ <laughs> 食,いい <laughs> 食いつきますでしょうこれフランスはパリスですかパリスの方でやっぱファッション関係にね <laughs> <はい S 1> あのお母様お父様働いてらっしゃって <はい S 2> あらあらあ これ人間このバイアスかかるとすごい偉いもんでそれ聞いたら今日お召しのこのジャケットもすごいおしゃれに見えてきてね,ね <laughs> 後付けですよね <laughs> <laughs> すごい品のある感じにねありがとうございますゃじゃあパリパリの生まれなのに今はもうこってこての関西弁になってしまってう、ええ、そういうことですよね,ねそういうことですよね <laughs> なるほど <laughs> ちょっとバジルのたこ焼きみたいな感じですよねそれ引っっね <laughs> 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 フランス風のでもちょっともう もう本当にちっちゃい頃しかいなかったっうそうですね記憶にはないんですよ一<あ>歳半ぐらいです,、うん、ですか。はい、でもやっぱりねそ文化風土っていうのは心の奥にちゃんとあるもんですけどねアーティスティックなね。やっ,じゃあやっぱりこうサッカーとかいうときはサッカーとかなっちゃうんですかね <laughs> 鼻から抜くって今そうすどうしてもそういう発音にね。そうです。サッカー、フットボールとかでしょ多分。フランス語でもサッカー。サッカー日本語ですからね。今日はね浅田さん。い。っぱい高井コーチに質問が来てるんですよ。あ、この時間もらえ高井コーチからぶつけていっていいですか。どうぞどうねありがとうございます。タパさんからいただいております。ありがとうございます。日曜日の法政フットボールラボ戦、現地で応援してました立ち上がりから前半終了までなかなかうまくいかないように見えましたが、前半唯一のチャンスを石井選手が冷静に決め、後半は鋭いカウンター。 により追加点を奪いました去年には見られなかったものを見せてもらいましたということでそうです、ね、東京カップの勝利のお話はね後に後にしていきましょうということで高木ヘッドコーチに質問です。南海ツェにいらした経緯を差し支えない範囲で教えていただけないでしょうかという質問ですけれどもはい島岡監督に声をかけていただいたというか知らないところでクラブの方に、はい、あに話をしてくれてたみたいで。うんうん あのー、ぜひ一緒にやってくれないかということでハンクラブの方と監督の方からいただいて、はい、ぜひということでら再開したって感じですもんねそうですね高井工事自体は東京にいらっしゃったり千葉にいらっしゃったり、はいはいはい 千葉で最後仕事ししてまた引退されてからはそういう若者の指導をされてそうですね主に小中学生でまあジェフの時はユース高校生も1年指導しましたけどアカデミーの世代をずっとやってますじゃあもう学校の先生みたいな感じですね学校の先生そうですね教え子はいっぱい J リーガーになったりしましたかやっっとそうですね年代代別の表に入てたり少しずつ活躍 あとはサッカー以外の場所でも活躍してくれてるような人間が出てきてくれてるので指導歴は何年になるんですか引退されてから。今年で14年目ですかね多くのね後輩というか教え子を送り出してきてその間島岡監督は現役時代一緒だったわけですよね島岡監督は関西大学ですとか名古屋グランパスにいらっしゃったということでじゃあ何か実施で最下位ということになるんですか実家が大阪で 近健太さんの住まいと家族の住まいが近くて1年に1回は食事したり飲みに行ったりていうのはでも監督とコーチとしてってことですもんねそうですねこれは初めての関係ですね。どうでですかかしもこのの東京地っていういやもう本当楽しいですし知らない姿ですけど健太さん、すごいねっていうようなことはたくさんありますしいい意味でなるほど裏切りというか健太さんはいいねって言っていい話を。はい でもね、先週、ここに島尾監督来ていただいて、で試合のこの間ね、見に行かせていただいて、その監督としての姿も見ましたけど、ピシッとされてましたねそうですね。はい、えー あのも結構初めて見るでも、やっぱりぶれない人なんで、そこは一番信用してたところなので、リスペクトし合ってるわけです。とはいえ、あれでしょ、選手時代は若い二人としてね、一緒のチームで行ったわけですから、そうですね、まあ若者だったわけですよね、2人ね。九州は鳥栖でね、そうですね、まあ飲んだり食べたり、遊んだり、ねえ、ってことですよね、講師ともに楽しく。その辺のイチャイチャ感みたいな、たまに出ます、さ田さん、お二人は。相当出ますね。 あともうすでに嫉妬しまいういうてます。いや、ないう感じ。嫉妬。あ、そうです浅田ちゃん。浅田ちゃん、浅田さん、ね。次の質問です。いいですか。社会人サッカーは指導キャリアで初めてかと思いますが。ピッチ内外を含めて、ご苦労とかありますかということですけれども、どうでしょう。あのー、ク、うん、ラブのサポートが本当に多大なんで。はいえー、あのー、あとはサポートの方がいらっしゃったり、えー、あのー、特に、その、もちろん難しさはありますけど。えー 何かこう今までと違ったことがあるかっていうよりも逆にやりやすかったりうやらなきゃいけないなていう思いでいます大人ですしね相手するのはねやりやすくなってるところもあるそうですねもちろんまあでもねプロの選手だったわけですからサッカーに関してはもうねそうですねただまあね選手のことだけで言うと僕よりキャリアある選手もいますしチームの上がりもそうです浅田さんから見てどうですか高高高木コーチは最最です <laughs> そうなんですよこんな感じなんですよいつも本番樋口 <laughs> 心を持ってますね樋口単語が返ってくるだけな時あるんですよ本番前高木コーチが朝田さ,さんすごいな余裕やな樋口朝田さんが何年ラジオやってると思ってるんですかつって <laughs> <laughs> 始まったら単語しか返ってこないんですよゲスト来てる時は <laughs> すいません、<laughs> とんでもないです。はい、鈴、え、木、ー、さんからも質問来てます、えー。さて本日は高木ヘッドコーチがゲストということで、私も質問してさせて,いた,だい,ていただきたいと思います。まずお趣味は何でしょうかということで。<laughs> 女子みたいなおじさんから頂いてます答えてくださいこれは趣味はないんですよね無趣味というかサッカーも全般もサッカーはいっぱい見られるんですか見ますねはいもう国内から海外とかそうですね時間が許す限りはなるべく見てなんかこう好きなんですかそれサッカー見るときに絶対にこれつまみながら見るとかそういうのないんですか食べながらおお酒酒は お酒飲みますお酒は飲まれますかって、土井さんはお酒の化身みたいな方なんで、ちらっと伺ってますけど、立石葛飾界わいを、監督と、島岡監督とね、そうです、好きですよ、へぇ、一緒に飲んで、サッカーの話するんですか飲みに行ったときは、でもサッカーの話もしますけど、それ以外のことの方が多いですね。 そんな続かないです、サッカーの話もうだって、窮地の中だから、もういろんなことも話し、そうですね、まあ、落としどころはサッカーになりますけど、島監督の方が3つ上だっていうことなんですよね、でなんかさっき聞いたね、浅田さんと僕と高木コーチ、同い年なんですよねや親近感、これは、キャプテン翼世代ですよ、これは、完全にね。ね、浅田さん。はい ちなみにキャプテンとバッサの好きなキャラクターっていうのはね 先ほども伺いましたけど、あの美咲君が好きです。なんで笑ってるんですか。フランスに行くキャラクターですかけど。でもこれ本当に、まあまあね、キャプテン翼のキャラどれ好きっていうのはね、僕こうちょっと占いみたいな感じね。わかるわ。出るんですよ。誰が好きかっていうので、意外とその方の人となりとかね。そうなの。本当に。そういうふうに成長していらっしゃったとか、わかりやすいですよね。美くんっていうのは割と翼くんをサポートするね。役割と言いますか。なんか。 周りとのバランスをねうまく取りながらそうね、えー、自分も天才なのにねいやそうなの <laughs> うん <laughs> 自分も天才なんだけどあの人ねこの時間以外はあんなんじゃないのよ <laughs> そのお姉のキャラで DJ やってるんじゃないなんかこの番組の中ではスナックみたいにやってくれるのいつもそうなの <laughs> 普段からこれじゃないのよ。<laughs> そいい声でやってるんですけどね。うん、高木コーチが今びっくりしてたから。あ<ー>一応そこはねいやいや、あの人おねえかなと。<laughs> い,やいやいや、あの、大丈夫です。<laughs> あの、おねえでも大丈夫。ですそうなんですよ。やっぱそこは合ってますかね。 な話してる。三崎くん、三崎そうですね、はい。あのサポートしてやっていきたいと思って。でも僕ね、あの指導者になった時に優秀なのは翼くんとかヒューガくんじゃないと思うんですね。そうですね。やっぱり三崎くんとか松山くんとかの僕指導者としてはやっぱ視野が広いような気がするんですけどね。嘘でも同意してもらっていいですか今と。いやそう思います。本当に。あのコーチが思う理想の指導者ってまあずっとやられてると思うんですけど。 はい、いろんな指導者を見たりとか自分でもご経験されたりとかしてこう理想の指導者っていうのはどういういいに考えてらっしゃいますか誰っていうのはないですけど、はい、やっぱり選手にはっとこう気づきを与えれるような指導者が理想だなと思いますあ気づきあの自分で変えていく成長するきっかけみたいなのをです、ね、言ってあげられるような、はいはい、なるほどなるほど浅田さんいかがですか、はい そうですね。確かに気づきが大事ですね。<laughs> そ,うそ,うそんなんだったら最高ですって大丈夫です。最高です。<laughs> <laughs> そこはそうやね。<laughs> 間違えました。<laughs> 最高です。<laughs> とんでもないですね。え、というわけで、国内外問わず、理想のチームと好きなチームを教えてください。ということですけど、あの？<laughs> うん 今そんなないんですけど昔80年代ぐらいのまた戻りますけどフランス代表とかはすごく好きでしたああはいはいはいやっぱりフランスそうですね引っ張りすぎてやっぱあるんですねネットにねフランスのこう言うてもルーツですからやっぱりね自分が生まれたとこっていうところで肩入れしますよそりなるほど今日はちょっとね 曲が変わってお時間残り一分ってことですよね残り二分です2分も最初コーナー回ってますけど今日はもう本当ね浅田さん高木コーチにいろいろ聞けて嬉しかったですねそうですねまだまだちょっと時間が足りないですね本当です今日早かったですね早いですねちょっとあの裏頑張れなんかぜひポッドキャストの方でもねいろいろあの詳しく伺っていきたいもっと深いとこにこう突っ込んでもらいたいですねそしてあのそちらでは先日行われました清瀬内山でのね東京カップ三回戦厚生フットボールラボとの試合の話なんかもね 高木コーチも含めてちょっとお話できたらというふうに思ってますけれどもご報告ですけれども3対0勝利いたしましたこれで4回戦進出ということですよね応援に来てくれた方々本当にありがとうございましたありがとうございます高木コーチから見てどんなゲームでした公式戦初戦だったんで我々にとっては緊張感よくもありましたしでも一つ結果が出たっていうのは良かったですね。 そのシーズンに向かってね。そうですね。いい材料になって。あと応援してこの方々がにたくさん会えたんで、それは嬉しかったです。ですよね。まあ始まる前にちょっとあれ見なあとかあれ嬉しくないですか。はい。健太とあそうなんや。ね。そうそうなんですよねあれね。あれも長年しけて作ってあ感動してあ嬉しいこれ喜びます今日あのメールくれたお二方もうねこれをずっとね作ってきた方なんでさあ応援をねた嬉しかった良かった。はい。安田さん次のゲームですがはいはい。 2>, えー、2月の16日ですね。うんうん、はい、えー、今度準決勝になります。三井住友海上さんとの戦いです,です、はい。これどんなゲームに遊田さんになりますか。 まあ、あの島岡監督、大会コーチの、はい、こう本来の、うん、もっともっと素晴らしいサッカーをもっと見れるんじゃないかなと思いますので、はいはい、楽しみにしてもらいたいなと思いますぜひ皆さん応援に来ていただいてそして毎週この番組ではそちらの、ね、いろんな最新情報、えー、試合日程などをお伝えしていきますのでぜひ、ね、この時間、聞いていただきたいと思いますそして、えー、5年間、ねえー、5シーズンにわたって南下鉄市で活躍されました砂岡選手、えー、対談されましたということで、ね、浅田さん、はい、改めて敬意を表しますというメールもいただいております。 ねえー、お疲れ様でした、はい、ということで<当>ホームページの方で写真見ていただくと分かるんですけど皆さんですよ、ねえー、それをねねぎらう、はいえー、会なんかもサポーターの方含めて行われましたと、はい、いうことでございますこうやってね新しい選手がどんどん入ってきますしいろんな歴史の一部になったらね皆さんも出ていくということではいということで高木コーチ引き続きよろしくお願いします今日はありがとうございましたありがとうございました